りなさい。それでは先ほどの続きを。どこまでお話ししましたか？あ、そうそう、紛争激化まででしたね。その後、長く続く紛争はさらに難民の数を増やします。 EU アジア共同体ロシアの一部が難民特区を設けて受け入れを始めます。特にロシア南部の難民特区イユーリ自治区は広大な土地を有し、多くの難民を受け入れました。しかし難民は安価な労働力として囲われたに過ぎず、住環境は悪化し巨大なスラムを形成。さらに外国人労働者排除のデモ活動も頻繁になっていき、周辺地域の治安を脅かしていました。そこへ特区の雇用創出に支援を買って出る企業が現れます。巨大軍需企業ベルナーノア・エンタープライゼスです。ちなみに厄災直後では各国の軍事予算の削減から派遣傭兵部隊を有する軍事サービス業が大きな産業となっていました。またアドバンスド・オートメイテッド・アビエーション・プラントと呼ばれる強化型コンピューター数値制御工場の実用化により、既存の航空機は比較的容易にリビルド可能になって、航空機が大量生産された結果、今度はパイロット不足に悩まされることになります。ドロップアウトしたパイロットたちを集めた傭兵会社というのも設立されました。おっと、話が脱線しましたね。特区を持つ国家や共同体もベルナー社の支援を歓迎。同社は大手を振って自由にできる土地と労働力を得て、軍需産業の他にエネルギー開発、宇宙開発にも手を広げます。ベルナー社の産業は各国の復興に大きな影響をもたらし、紛争も沈静化していきました。そして20年後の現在、ベルナー社の支援で急速な経済発展を見せた各トップでしたが、豊富な軍事兵器を保有するがゆえ、過激な武装組織の温床となっていきます。各トップに散らばった多国籍武装グループネットワークが形成され、次第にイユーリ周辺の近隣諸国で反大国主義を掲げた過激な武力行為が増加。国連および大国は彼らをテロ組織と認定。そして現在に至る。あれ、起きてますか？お疲れのようですね。それでは続きはまたの機会。先日の東京におけるテロ行為で、国連によるイユーリへの強制査察が行われた。新型 UAV に関する証拠は得られなかったが、別途宇宙兵器の開発計画が判明。これには複数国が関与。国連は宇宙条約の無視、核に代わる新たな脅威としてすぐさま開発計画の中止を要請。これによりベルナー社軍事部門最高責任者が解雇された。これで一件落着とはいかないだろうがな。ここからが本題だ。エリア B ライン系、西インド諸島の宇宙センター付近に近づく未確認の輸送機編隊と護衛機を察知した。今話題の宇宙兵器関連施設でもある。積み荷は不明だが、敵機と判明次第撃墜を許可する。本来なら国連軍かアメリカ軍の仕事だが、犬猿の仲である南米諸国を刺激したくないらしい。さっきのアジア共同体でのテロ解明の方がメディアの取り扱いも大きいからな。汚れ役は俺たちプライベーティアの出番だ。その分報酬は弾んでもらう。今作戦にはうちのエースも参戦する。一番稼いだ奴が全ての行為を優先される。金と名声が欲しければうちのエースを抜くことだ。
オープンチャンネルに切り替え勧告を行え。はいよ、バイパー了解。ああ、国籍不明機に次ぐ。こちら国連独立コマンドのアローズ所属機、我々の誘導に従って進路を取る。不明機からの FC レーダー照射を確認、敵機と断定する。だと思ってたさ。全機発砲を許可する。よっしゃ、お前ら、もう始めるぞ。ホームアローフ、お前だ。そこの新規サイマークをつけてる時ついてこい。腕を見て輸送機を撃墜した。残りを片付けるぞ。注意、敵空対空ミサイル発射。武器、ミサイルが接近している。回避発射。よくやった。宇宙センターへの影響はなかったようだ。輸送機の積み荷に関しては現在調査中。今作戦の内容は内部的に処理される。大移動の後で済まないが、またすぐ仕事だ。ロシアを訪れていたグレイメンと呼ばれる特権階級クラブのメンバー9名が拉致された。彼らは世界の経済や行政を牛耳るパワーエリートたちだ。同時刻、ロシア南西部イユーリにおいてテログループがベルナー社の軍事施設を占拠。連鎖するように他の同社関連施設で武装蜂起を確認した。我々もロシアに向けて移動する。